を中心に伝承されていた国武術。少林武術を外し、200年から300年の歴史があると考えられている。主義に特徴があり、香港映画や、最近では、ハリウッド映画などにもそのアクションの中で絵貼る拳の主義が見られることが多い。ブルースリーによって、羊門派絵貼る拳が世界的に有名になってからは、 世界各地に伝えられ最も多く練習される中国武術の一つになったが、ブルースリー以前にも佳境によって東南アジア方面にも伝承されており、それぞれに独自のスタイルを形成している。一般的には短箸狭馬、すなわち腕を短く歩幅を小さく使う憲法とされており、拳術を中心技術として当日と今日とを含む、 伝承された方によると、むしろ当日を基礎として、それを都市剣術に応用した部分も多く見受けられる。練習に人をかたどった木の人形を使用する。現在ほとんどの英春拳の伝承には、少年刀、広橋、印指と呼ばれる三つの当時と、木人法、八山刀や、脱命、総刀と呼ばれる当日、そして六天半根、行者棒などと呼ばれる。 根術が含まれるが、伝承によってはそれ以外の拳等を武る技術も伝わっており、すべてが単端狭馬の技術というわけでもない。古来より英春剣とも英春剣とも呼ばれ、またこれまでに多くの文化が生じており、近年、栄春白鶴剣や、暮船英春剣、英春剣はそれぞれ別文派として扱われるようになっている。異なる点として、古いものほど、 荒野県に近いおもむきがあること、古い、英春県には、英春三大手と呼ばれる基本手形が存在しないことなどがあり、他の南波小林県発生との関連も、相まって定義することは難しい。ただし、英春県と称していたものから、こと弁のついた、英春県と称するようになったのは、英春県王と呼ばれた関東小物んの武術家、及び、有益家。 量産より以降に限られており、この系統での当時を、少年刀、広場し、印指の三つに、量産がまとめたからだと考えられる。これについては、後から多文派の技法や形を取り入れている、混合的な流儀も存在する。A 春拳の発祥には身長に対するレジスタンスや、越劇の発祥が関わっていると言われる。創始者とみなされているものとしては、自然前時。 五枚二重止め、内剣、玄瑛春、片久し春、バリゴなどの名が残る。それ以降の伝承者の名称には、越劇における役名も多く、古伝の英春剣と越劇は、その創世期において、歴史を共有していたと考えられる。これは、古伝の英春剣が、荒野剣と関連が深く、紅れない船木パン内で、散逸した南波昇林剣の伝承を受け継ぐために、 技術交流が頻繁に行われていたからと見られている。英春という名称については、中国の女性憲法家であったと言われる、ゲンエイ英春という女性の中から取ったとされている。ゲンエイ英春の父、玄には、ある事件によって、タイやミャンマー国境にほど近い四川省のダーリャン山まで逃亡をし、そこで豆腐を打って、生活をしていた。玄には、 地元の少数民族から四川売花県などの南八少林県を学ぶ。玄英春はそれらを父から学び改良したという。また玄英春が鶴と蛇の闘争をもとに草案にしたとする説もある。天しとめが四川省のダーリャン山に隠れそこで春、拳を作ったという伝承や、自然禅寺が南少林寺の英春殿で練習していたためという説など。 仏産の茶葉商人であり後に玄栄春の夫となる、良白友がそれを学び、そしてさらに、古典の英春剣は、良白友の唯一の弟子である、関東小仏産の商人、良蘭カツと受け継がれていった。良蘭カツは、越劇をこよなく愛しており、仏産から、越劇の、くれない船木パンが旅巡業にやってきた折に、そこの役者であった、高価宝と繊維の両に英春剣を、 教えることとなった。激しい修行の末、高価宝と寮には、古伝の栄春権を継承し、これ以後、古伝の栄春権は、関東省周辺の民間芸能である、越劇の工業一座であった、紅い船木パンの内部で伝承されてきたとされている。当時は、職業として、古伝の栄春権を対外的に享受するものも稀で、あったため、古伝の栄春権は、 門外不出の様相を示しており、武漢を解説する慣習もなかった。対外的に、え春、拳を伝授するようになったのは、紅れない船木パンの効果宝、両にから四千倍加剣、蛇形、高剣、古伝の英春剣など各種南波小林剣を授かった英春剣王と呼ばれた仏産の武術家、両んからである。両んは、 関東省仏産のチョップスティックス街で三世道王という名の漢方薬店及び診療所を制業として仏産の人々から仏山さん先生と親しまれていた。この憲法が古伝の英春剣からゴ弁面のついた英春剣と呼ばれるようになったのは少年党、広場市、印指の三当時に制定したこの量産の頃であるが量産自身は 生涯、英春拳の武漢を構えることはなく、英春拳を伝えたのは、自分の息子とわずかな弟子だけであった。その中に、陳花順がおり、彼は三省堂の向かいで両替商を営んでいたため別名を、創仙花と呼ばれたが、その縁で英春拳を学ぶこととなった。陳花順は、身長も高く体格も大きい人で腕力自慢の人物であったという。 陳花順は39歳の時に、両産の文下生となり、13年の修行期間を経て、英春拳の前伝を継承すると、両外賞を辞めて、1901年には、共済堂の名称で、武漢を開設し、英春拳を教授することを制御とするようになった。歴史的に武漢を構えて英春拳を教授する、職業武術家を制御としたのは、この陳花順からである。 これ以後へ春拳は多くの弟子を輩出するに至った。陳花淳の弟子の中でも、雷南沈みは、後の仏山派の祖となり、鳩井は香港に渡り、陽文派の一大宗師となった。鳩井は本名を初疑問と言い、陳花淳の最後の弟子にあたる。長い間弟子を取らず学ぶのみであったが、日中戦争に続く、国内内戦、中華人民共和国樹立に至って、 香港へと渡った。そこでエーハル、拳を教え、妖門派エーハル、拳を香港に置いて、一大門派へと発展させた。著名な弟子を何人も輩出し、エーハル四大王と呼ばれる、良僧、落葉、女オデ伝、ファンア氏、シ、老いにあたるロブンキン、両長、陽ウ氏、陽忠氏、ブルース・リーラが著名である。1968年には、エ春シュン会を設立。 1972年12月1日正居、去年79、広州英春拳の伝説では、英春拳に六天半抗という根術を加えたのは、古伝の英春拳を、両蘭桂から継承した、高価宝で、英春剣との交換教授という形で、陸近より、南少林寺独特の根術、六天半抗を習得したとされている。 公衆派遣春拳はこのエピソードの中に登場する、陸金を外する。仏山派遣春拳は、は鳩いの兄弟子にあたる雷、何時積みが起こした門派である。文化大革命による混乱の中、一旦伝承は途絶えたかに思われていたが、これを惜しんだ仏山の武術関係者が、正当伝承者である、法南を探し出した。以降は、 武術関係者の計らいもあって伝承が復興している。弱い70歳になって仏山の三聖堂を閉鎖した、両山は、故郷の古老鎮に戻って、陰性生活を送った。両山が亡くなる75歳までに伝えた、え春、拳を特に古老変身え春拳と呼ぶ。え春拳の中でも有名なスタイルの一つとして、洋門派え春、拳がある。 その極端にコンパクトで直接性を強調した動作は、古伝の英春拳を意図的に整理、近代化したものであり、英春拳の全体像から見れば独特なものであって、これが英春拳の代表的スタイルというわけではない。さらに、はとい派英春拳は、ミノルヨ英春拳と伝統英春拳に分類される。洋文系英春拳は中国伝統武術について回る音苗。 工業、発掘などの東洋哲学から脱却し、練習者に科学的論理性と徹底した理解を求める教授スタイルで知られ、合理的、実践的であるのを特徴とする。また他の中国武術のような内向、外向といった概念を持たず、呼吸法も自然呼吸である。武術一般の内向にあたると思われる内力という概念もあるが、 そのための特別な養成法があるわけではなく、まさしく練習をしていけば長い間に自然と自覚されていくものとされている。ただし初級、当時の少年党に内向を養う効果があると指導する指導者もおり、少年党には各種の意念を用いることや集中力、自然呼吸を重視する点において立然と共通する要求が多い。目視に頼らず、 むしろ接触感覚を重視するために、比較的スタイルの近い門派で必要とされる視力の訓練も存在しない。体に負荷をかけたり、体を打ちつけて鍛えるといった外交的な訓練も行わず、力みを極端に嫌い、南方の憲法にある豪強なイメージからは、外れた訓練体系であることで知られる。この無駄なことをしないという思想は、自ーク動にも受け継がれている。 シンプルではあるが、戦闘理論に関しては、非常に厳密な理解と体現を要求されるため、実際には習得、体現の難しい武術である。そのため対人練習に非常に多くの時間を割き、内部感覚を要請する。そして、世界的に広まったことにより、他の格闘技術などの影響を受けて、改変、変容し、新たな一派が誕生するという傾向がある。 内部感覚さえ身につけば自由に改変できるという考えから、香港の伝統的英春剣といえど指導者や武漢によっては指導内容に違いがあるのも特色の一つとされる。近年では新たに派生したものとして、エブマズやイスラエルの軍隊格闘術であり都市格闘の一部に、エーハルコブシの技術を採用しているクラブマガも誕生している。現在も、 世界的な普及発展を続けているが、これは主に、香港変化による人材の海外流出によるもの。また、妖門派へ春拳のイメージとして、ブルースリーに加え、ドニー・イエン主演の映画、イップマン助賞や、イップマン妖門というのも広く知られるようになった。妖門派へ春拳の中でもとりわけ、高圧氏による、高圧史経営春拳のことを指す。高圧氏は、 幼門が実施した合理的な教授方法をさらに発展させ、科学的英春拳を提唱し、自らの英春拳に学ぶの字を加え、英順見学と称した。その英春拳は、実ノルヨ春拳と呼ばれ、これに対比するのが伝統英春拳である。一般的な、ハトイハエイハル拳は、伝統英春拳に分類される。カレン英春拳、 紅船へ春拳、元気山へ春拳、新農へ春拳、新南寺面境へ春拳、純徳へ春拳、越南へ春、マレーニシアへ春などの各派があり、他にも秘密主義を貫いて今も隠され続けている、伝承も残っているというが、そのほとんどは、失電の危機に瀕している。香港変換の影響や、家境の動きによって、 世界的に現象が散らばり非常に多様である。関東系南波昇林県の基礎的な拳技のこと、二時間羊馬などの馬のことである。馬は単に立ち方を表すものではなく、馬の状態になることをザバと呼び、特に関東系南波昇林県の修行開始時における最重要技法である。北波昇林県では同様な技法に単がある。この技法は、 英春拳独自のものではなく、荒野犬とも共通し、実際に二時間筆馬は両犬に存在する。英春拳は、ザバという技術的基盤の上に成立している憲法で、妖門苦血においても、緑油時期と強くその重要性を説いている。妖門苦血とは、英春拳の国意を単文で表したもので、英春、拳を修行する上で守らなければならない課題や、 理想的な目標を表した格言のことである。以下に、中文のまま列記する。念頭不正、修正不正。拳等要求、人生偶意念頭主種,種。一、守る、広橋主、友保。練習権等目的表指不質問。憲法くるどめさ、そう、手字箇賞。頭を、お頭、中間、表彰記。正美志し語川見博、試しご。 正面追加立ち、しかも、追加立ちふおってもっか立ち保守、もって保計。緑油時期、拳押しを進、こり、て不質問、手振り馬。ひみのる、ぐーみのる即おろし、みそく進む。かしこだ、終わり、主だ、どんだ、終わりひだ。ふかしこだ、ふどんだ、点目手先行、乗馬手先行。点馬乗馬、手先行止め場不出手、出して太目状。 止め状を不打、打不止状を不調深く正打同時。A 春拳は、基本的には、単打接近戦の都市による格闘術体系である。接近戦都市技の細やかさに特徴があり、相手の攻撃を封じて、いち早く相手を打倒することを考えて作られており、競技格闘技とは、戦闘行為に対する発想が著しく異なっている。 近距離での打撃に対する防御技術が聖地であり、基礎の拳等である少年等に含まれる技の約8割は防御技である。ただし防御技、攻撃技と分類のできないものも多い。また相手の動向を察知し制御するという点に重点が置かれ、その攻撃技でも防御技でもない技を有しており、この2点が武術格闘技として独特のものである。拳の訓練は、 まず当時によって技のパーツとしての手形と身体構造の運用法の基礎を学び未成錬な筋肉運動の改変を行う。より実践的な応用やパーツごとに学んだ手法の整合法は対人練習によって学び訓練していく。このため対人訓練には大きなウェイトが置かれる。縦と呼ばれるお互い継ぎ手や そう持ち出を実施した状態から一定のルールの上で自由に攻防する練習によって様々な応用技術、戦闘理論、展開原則、歩法、体裁き、位置取りなどを学び、また神経反応の改変と養成、本能的な精神反応の改変させ、また橋でや馬を訓練する。溶文派の技術的な特徴としては、持ち、天味ということが挙げられる。 また単派しせまの憲法の中でも、妖門派はより動作を小さく、直線的にまとめてある。ただし、第三段階の印指になるとこの特徴は、一変する。英春剣というと、ワインチパンチが有名であるが、英春拳の寸打は独特であり、北派剣術の寸強しと同じものとは言えない。また、英春拳には、裏剣や曲線を描く打撃がないように言われることが、 あるが、実際には掛け土、横剣、上、置き剣、チョップ、各方向からの肘打ち、さらには、回し蹴りまでもがある。特に、チョップと裏剣は、肘技に関連しているのでよく使用される。それらの技術は、近代格闘技などから流入したものではない。ありがとうございます。